こんにちは。株式会社 REKEA の島田です。5分でわかる事業再構築補助金計画書フレーム、今回9回目になりますね。今回はですね、見込み客開拓と販路開拓をどのように書くかということですね。事業再構築の計画書においてですね、新規事業の商品戦略、これ以上に大事なことは実は顧客開拓なんですね。顧客開拓というのはもう継続して行うことが第一になります。ですからここが浅いと仮に採択されても実践段階に非常に困ることって多いんですね。途中挫折することもこれ結構あるわけです。で、基本的に開拓のポイントというのは代理店、いわゆる誰かを介して顧客を開拓する。もう一つは自分たちが直接顧客を開拓する、大きくこの2つに分かれるわけですね。で、代理店などの開拓というのは、いわゆるそれをビジネスの生業として営業代理店を開拓していくということです。まさに、直販というのは直接、SNS だろうがオンラインであろうが直接の紹介だろうが自分たちが営業をかけていくということですね。で、顧客開拓に伴う各種の戦略が具体的で実効性のあるものならば、その実現性は非常に高いと言えるということですね。では我々どういうフレームを使っているか、これはフレームですね。そしてこの緑の枠がこんなことを書いてほしいということですね。例えば顧客開拓の具体策、販路開拓、それから販路開拓の KPI 設定、直顧客開拓と KPI 設定とこういうふうに分けているんですね。まず販路開拓、いわゆる提携先を見つけましょう、販売代理店を見つけましょうということですね。これについてはどのように書くか、例えば新分野の見込み客の開拓をするために販売代理店、これ一体どんなところをそのターゲットとしてます、業種はどういったところ、それからその業種とかいうのは一体この地域に何件ぐらいあって、またその地域外、狙っているマーケットに対してどれぐらいあるのか、で実際今どこまで話が進んでいるのか、でそれがあるところでもすでに契約というかお願いしているから、ということはあるところ、ある代理店、ある業種の代理店が契約をしているということは他にも契約する可能性があるということですね。ではそのどこを狙いますかということ、それから実際代理店が動いてくれるためにはどんなインセンティブとかツールを我々は元請けとして、メーカーとして提供していくんですかっていうようなことがこれ書くんですね。で、これを具体的に書いた後、販路開拓の KPI っていうのは、じゃあこの販路開拓するためにどういう企画、どういうサンプル数を、どんなサンプルを何件、どういった時に配布して、あとどんなセミナーをとか展示会を何月何件開いたり、そして例えば同行とか紹介してくれる方の同行回数は何件取ったりとか、 B2B だったらそういうプロモーションを何回やったりとか、無料お試しキットを何件やるとか、こういう KPI ですね。こういう KPI が販路開拓がいるということですね。だからその販路を作るわけですから、物を売るわけじゃないです。このビジネスを一緒にやりませんか、で私の販売代理店になることによって御社の今の商品がもっと売りやすくなりませんか、もしくは御社の商品が今ちょっと低価格低迷している、ここにうちの商品を新規商品として取り扱いませんか、我々はディーラーヘルプといって、販売促進支援をしっかりやりますということをちゃんとここで作っておかないと、とてもないけどそのディーラー開拓はできないんですよね。で、もう一個が直販顧客、いわゆるダイレクトマーケティングということですね。これはもう前回のマーケティングプロセスも少し触れましたが、代理店とか仲介業者を通さずに自社が直接顧客を開拓する。ですからどういう売り方でやるか、どういう販売体制で行うか、もしすでに取り組みつつあるならば、その成果のあるのは具体策ってどういうものかと、例えば直販、ウェブ通販、見込み客リストをどう作るか、あと会員制をどうするかとかね。で、直販の場合というのはやっぱりその顧客を開拓するための無料コンテンツ、試供品、無料デモ、サンプル、こういったものはどう準備して、でどれぐらい巻いていくのか、それもどういう企画で巻いていくのか、こういったことを具体的に書いてほしいんですね。無料サンプル作る、試供品を作っても巻き方の問題がある。じゃあ巻くためにはおそらくもしかしたら、ここにも書いてますけども、例えばセミナーとかやった方がいいのかもしれませんね、直販客向けにですね。またオンラインでやった、オンラインサロンみたいなことをやった方がいいかもしれません。で、こういったことで具体的に直販を、
どう取れますか。当然オンラインサロンとかそういうセミナーとかやるとしたら広告を打たなきゃなんですね。広告というのは果たしては新聞広告を言うのか、それともインスタとかフェイスブック、ツイッター、そういう SNS 系の広告を言うのか、はたまた、先ほど申しましたけども、そのポストインですね、チラシを配りまくるというものを言うのか、これはもう業種業態と、狙うべきビジネスによって変わってきますよね。でこれが具体的に決まれば、じゃあそれをどういう回数で、例えば1回なのか半年に1回なのか、回数で何回のデモ回数、無料サンプルの配布を予定しているのか、そして無料コンテンツと、ね、例えば、出し続ける、どういう頻度で、例えばメルマガリスト、例えば Facebook のフォロワーリスト、こういったものを一体いくつ集めるのか、動画の例えばチャンネル登録者を一体何件集めるのか、で、まあ、プロモーションからの LINE 登録者を一体何件集めるのか、これがまあ結局、KPI ということになっているんですね。その延長線上にこの新規事業の売上高があるということですね。だからこういうその新規顧客開拓の具体策があれば、まあ、信用できるわけですね。でそのやっぱり審査官の方もですね、相当気にしてるようですから、この辺りはやっぱりちゃんと作り込んでもらいたいと。はい、次はのロードマップ、ね、実行計画表についてお話をしていきたいと思います。はい、あのバージョン5、こちらの方から、ね、ダウンロードできますから、ぜひともまたダウンロード、ね、されてみてください。はい、ではチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では今回は以上です。